今回はですね、このヘッドスピードをこう上げるというレッスンをしていきたいと思います。で、多くのアマチュアゴルファーの方もですね、このヘッドスピードが上がった方が飛距離が出るということはご存知だと思うんですが、多くのアマチュアゴルファーの方ですね、実際この練習場で気持ちよく振っている時よりもコースの方がヘッドスピードが落ちてしまっているという現実があります。この理由はですね、このクラブの構造に大きくあります。これはですね、このグリップをこうやって握ったこのシャフトのこの軸線上からこの芯までですね、これ重心距離って言いますけれども、この距離がこのように離れているためにですね、インパクトの時にフェース面をまっすぐ戻す、この例えば開いていたら閉じたり、閉じていたらこのまっすぐ開くように持っていったりという作業がですね行われるので、その時にインパクトに向かってですね、例えばフェース面がここで少しずれていたら、インパクトでフェースをまっすぐ戻すために急ブレーキをかけるような動きがこう入るんですね。なので練習場では曲がってもいいので、気持ちよく打っているうちにだんだんフェース面が整ってきて、気持ちよく振ってもフェース面がまっすぐ整うので、気持ちよく振ってまっすぐ飛ぶ、まあ、そうするとですね、こう戻しに行くですね、ここで修正する作業が入りませんから急ブレーキがかからないんですね。これがですね、コースになると例えば右行ってはいけない、左行ってはいけないということがあったりしますので、そうするとインパクトの時でにフェースをまっすぐ戻そうという動きが強くなってきて、インパクトエリアで急ブレーキがかかるんですね。なのでプレインパクト、インパクト直前ですねからインパクトにかけて、実際はヘッドが加速していかずにですね、ここで急ブレーキがかかりながらグググググっていう感じで当たっている方が多いんです。なのでプロゴルファーたちはそれをですね、加速させながら飛ばしていってボールをまっすぐ飛ばせるようにいつも練習しています。なので皆さんもですね、例えば今こういう、こうカチャカチャでですね、シャフトがここにヘッドがないものがあったりすると思うんですが、これで振ればもちろんこれヘッドがないのでフェース面もないですから、でなおかつ軽いのでこう気持ちよくこう振れると思うんですね。でこれであればフェース面をまっすぐ戻そうという作業がないですから、気持ちよくヘッドを加速することができます。でこれをですね、どんどん振っていただいて、で同じようにですね、このフェース面を意識せずに今のこの素振りのイメージでフェース面をまっすぐ戻そうという意識をせずにこう振ってみる。でそうした時に、あ、ちょっと右行ったなとか左行ったなとかっていう時は、このダウンスイングのフェース面がちょっとずれていたり、スイング軌道がずれていたりということなので、まあ、そちらを先に補正して、でなおインパクトエリアでは補正しないようにするという作業をしていくと、インパクトエリアで急ブレーキをかけてフェース面を合わせるという作業がなくなるので、ヘッドスピードをこう加速させながら捉えることができるので、ヘッドスピードがおのずと上がってきて距離が出るということになりますので、このですね、このヘッドがないこのシャフトでだけで素振りをしていく、でこういうのがない場合はですね、このクラブを逆さに握ってこういうふうに振っていただくことでも同じような効果になりますので、このフェース面を意識せずに素振りをしていって、こうスイングプレーンを整えてヘッドスピードを上げていく練習ですね、これをやっていただくと飛距離アップに必ずつながりますので、ぜひこの練習をやってみてください。